すいません、今ご紹介にいただきました大野と申します。ちょっと今日非常に高等な話があったんですけれども、私はですね、この記事を竹熊先生が見られて私のところに来られて、ちょっとお話をさせていただいている経緯があります。で、ちょっとですね、私のご紹介をさせ紹介をさせていただくと、私は1988年にですね、東京電力の福島第二原子力発電所の方に勤務しました。で、それから5年間現場にいて、でその後ですね、本店の原子力技術課というところの安全グループというところにいたんですね。で、その時の上司が事故当時武藤副社長というのがいたんですけど、この人が技術課長でいて、で副長でいたのが高橋武史という人で、この人は今現在福島第一原子力発電所の所長をやってるんですね。で、私が本店にいたのが1993年から95年で、この当時今起きているシビアアクシデントというのを、まあ、私は担当者の一人だったんですけど、3、4人でやってました。で、全部嘘なんですね、今出てるのはね。非常に腹が立つんですけど、原発再稼働してます。例えばですね、まあ、これ読んでいただけると大体わかると思うんですけど、私のブログがですね、左上の方にアドレスが書いてありますので、そこを見ていただけると、講演会今まで20回いかないんですけど17、8回やっていて、全てホームページで YouTube にアップしてますので、どれか、まあ、一番短いので結構なので、それを見ていただけると分かると思います。で、あと、YouTube では見れないという方もおられて、こうやって DVD を作ってですね、1枚500円で売ってやっぱり2000枚ぐらいさばいてたんですかね。そんな状況です。で、2000枚というと個人2、3000枚ですかね。個人としては多いと思うんですけど、日本人の数からすると全然少ないんですよね。で、見てこられる方が、まあ、1万人とか2万人ぐらいは YouTube とかデイリーモーションで出てるんですけど、まあ、とにもかくにも全部嘘なんです。で、例えばですね、ここに書いてあるんですけど、原子力は安いっていうふうに出てるんですけど、これがまず嘘なんですよね。原発って一番高いんです。で、高いからね、やってるんですよ。高いということは産業界が儲かるでしょ。だからやってる。もし本当に安いんだったら我々みんながね、賛成しないといけないんです。逆でしょ。だから高くてやってて、しかも危険だから、いろんな費用が取れるんですよ、電力会社。だからやってるんです。で、汚染もですね、今も福島復興だって言ってますけど、この裏にですね、これは群馬大の早川先生が作られた地図なんですけれども、それを見ていただくと分かると思うんですが、それのですね、オレンジ色の二本松とか郡山とかの部分はですね、これ原発で言えばですね、全面マスクをしないと いたらいけないところなんです、今でもね。で、東京とかですね、東京の例えば千葉のディズニーランドとかありますね、ここはですね、放射線の管理区域になってるんです。で、あとはこの地図はですね、群馬大の国立大学の先生が作ったので、ちょっと甘いんですね。で、その右下のところにシミュレーションの結果を、ちょっとセシウムがどれほど汚染したのかっていうことを右下に書いてありますけど、例えば小倉でですね、石巻の瓦礫を燃やそうとしてるんです。で、これはね、1万分の1とか言ってるんですけど、実は、核兵器のですね、最一番降った1960年代の100倍から1000倍のね、放射能が落ちてるんですよ。で、それを燃やしてね、で、瓦礫で絆で受け入れって言ってるわけなんですね。で、それを燃やすとね、もう今でもかなり危険焼却で、ちっちゃい子供たちにものすごい被害が出てる、鼻血とかね。で、なんでここ、これ見てください、かなり汚染されてますでしょ。このね、色のついた、一番薄い色のついたところが核兵器の最盛期に降った塵の量なんです。で、これ色の段階が変わるごとに10倍10倍で増えてくる。で、宮城県と福島県はね、ものすごく降ってるんですよ、放射能がね。で、安全って言って、なぜ北九州で燃やすかって言ったら、これはね、私はいろいろ考えてよく分からなかったんですけど、ここで燃やすと北九州っていうのは玄関だからね、中国地方全部にこう放射能が行くわけですよ。そうすると奇形児が生まれても、いろんな不具合が子供に起きたとしても、放射能のせいじゃなくて、それこそ複合性のね、潜在のせいですよっていう話にできるわけですよ。だからね、日本政府がしゃかりきになって金も出してね。で、なんで日本政府がそんなことをしてるのかって言ったら、結局アメリカなんですね。アメリカの言いなりでしょ。オスプレイなんかもあんなに反対してるのね、
してるでしょ。大井原発もあんなに首都圏の前でね、今デモが10万人とか言われてますけど、それでも知らんぷりしてやってるでしょ。で、日本が弱いのは誰かって言ったらね、アメリカによる褒められたら喜ぶ政治家ばっかりなんですよ。よくやったって、アメリカ普通ね、外国の政府に褒められたらその政治家はねまずいと思わないといけない。だって外国が喜ぶっていうのは外国が得するわけだからね、自国民は損する。でも今の日本の政府はアメリカの下についてるから、でこれをね、なんでやるかって言ったら、結局ね、内部被爆っていうのが隠されているので、それが暴かれると核兵器が使えなくなるんですよね。核兵器が毒っていうことが分かるから。だから広島で2世の人がものすごい火が起きてるんですけど、胎児もものすごい危険が出てるけど、隠してるんです日本政府はね。でもしこれが核兵器のせいだと言ったら、毒ガス兵器と同じになるんです。毒ガス兵器を使ったらいけないってことなんでしょ。もし核兵器が使ったらいけないっていうことになったら、アメリカもイギリスもフランスも中国もね、どこも力がなくなるわけですよ。みんな核兵器で脅してるわけだね、最終的に。だから瓦礫を燃やして、僕らでね、で全世界日本中で全部瓦礫燃やしてるでしょ。でみんなで1億総被爆なんですよね。で福島の汚染食べても安全で、旅行に行きましょうとか言って瓦礫ツアーとかもあるみたいなんですけど、そこに行ったら、ね、必ず内部被爆する。で恐ろしいことに、すぐに出る人はごくわずかなんです。今 1-2% だと思うんです、私関東の方でね。3年5年10年って経ってくるとみんなバタバタやられていくんですよ。だその間にできるだけ瓦礫を燃やして、全国しかも食品を流通させてね、みんな内部被爆を起こさせて、よく分かんなくしようっていうのが目的なんです。だからで、まあ、私の言うことをね信じられたらいけないんですよ、そのままね。だから私のブログのところとかを見ていただいて、今ちょっとこの11月当時140万アクセスぐらいだったんで、今500万アクセスぐらいなんですけど、そちらで動画とかも知ってるますし、あとブログのエントリーが600を超えてる、700近くなってると思いますので、そういうちょっと興味のあるところを見ていただいてですね、まあ、ご自分なりに考えて何かのアクションを起こしてほしい。このまんまだったら日本人はほとんどいなくなると私は思ってるんですよね。そのぐらいひどい。でチェルノブイリよりね、チェルノブイリの例えば20分の1近くって言ってますけど、チェルノブイリはね原発の出力が100万キロワットぐらいだった。でできてから3年しか経ってない原発が爆発した。福島は合計すると300万キロワットで、さらに使用済み燃料には200万キロワット分の、ね、核燃料があったんですよ。だからね、チェルノブイリよりはるかに大きいんですよ。しかも面積が狭いから濃度はものすごく高いんですよ。だから福島で今後起こることはとんでもないことが起こるし、例えばここのね熊本でも危険の植物が現れてますよ、実はね。でそれは特に農業やられてる方とか分かると思うんですけど、蜂とかね虫かなり減ってると思うんですね、実感としてね。あとはその植物の色が褪せてきたりとかね、花びらが1枚増えてきたりとかね、そういうのが見えますから、ぜひねちょっと、まあ、ちょっと私の話じゃなかったので申し訳ないんですけど、このブログとかねところで見てですね、放射能がいかに怖いかということをね言ってほしいんです。あと医師会もね知らんぷりですもんね。医師会も放射能と言われるんです。放射線は安全、怖がるのはバカという感じで言ってるんですよ。でいろんな危険が出ててもね、それ見て見ぬふりなんですよ、ね、だから歯科の方とかお医者さんの方が多いと言われてますので、まあ、私のことはちょっと参考にしていただいて、いろいろねアンテナを立ててほしいと思うんですね。で DVD が45分のやつが一番短くて見やすいと思うので、YouTube で出てますのでぜひ見ていただいてですね、で何かしていただいたらと思います。すいません、ちょっと長くなりました。私が出てから先生を